はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで皆さん、せっかくね、練習してこう、綺麗なフォームで覚えたのに、実際打ち合いになったりとかするとタイミングが合わないってあると思うんですよ。今日から新シリーズで多分ね、5回か6回に、分けて、辻健さん、ワールドテニスチームの辻健さんとそのタイミングを合わすにはどうしたらいいのかっていうのをね、ああだこうだこう、いろいろこう、脇道にそれながら、はい。練習してる様子をご紹介して、まあ、皆さんとね共有しながら皆さんにもあこういう方法があるんかみたいな感じで上達に役立ててもらおうと思ってご紹介していきます。で、1回目の今回は足で合わす方法をご紹介したいと思います。まずはボールとしっかり距離を取るところ、それからアジリティステップという細かいステップを入れるところですね。で、そのタイミングなんかもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女一般のテニスプレーヤーまで幅広く指導させていただいた経験を生かして、あ、これでちょっと明日もテニスしてみようかなと思ってもらえるような動画作りを目指しますので、気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、それからグッドボタンよろしくお願いします。ではタイミングの合わせ方、フットワークからいきましょう。どうぞ。前あのフォアの動画、レーザービームの動画あったじゃないですか。で、あれ多分手出しで出してもらってて、手出しの時はこう1,2 のタイミングとかすごい取りやすかったんですけど、やっぱり自分でやったりとか、その後一緒に撮影させてもらう中でちょっとラリーする場面もあった時に、やっぱりどうしても遠くなったり、こういろんな球種が来たりすると、どのタイミングが1なのかが正直分かってなくて、で多分一番目安の取りやすいバウンドのところで1ってなってしまって詰まるとかが結構あるんで、どういうタイミングの取り方をしているのかを悩ましいとこですよね、はい、ちょっとじゃあ復習がてらいきましょうか、はい。まあ、その1,2っていうのはまず何だったかっていうと、手でタイミングを取ると辻健さんどうしても1,2,3になってしまうところを、まあ、足で取りましょうということで1,2と股関節に乗せるところが1、まあ、膝を曲げるところが1で、2で伸び上がるだけでタイミングを取りましょうって言って打ったやつですよね、はい、ちょっとじゃあそれでまず打ってみましょうか、はい、1,2 のところですね、1,2 ですよね、1,2 ですよね。まずですね、今の悩みを解消するときに一番大事なこと、はい、タイミングはまず最初ですよ。自分で作り出しましょうっていうところがすごいキーポイントになります。じゃあ何がダメかっていうと、はい、相手のボールによってタイミングを作らされる、取らされるっていう風になると、これはちょっと難しいことをしているので、まず可能な限りタイミングは自分で作ります。合わせるんじゃなくて、あ、ボールに合わせるんじゃなくて自分が動いていいタイミングにしていく、はい、実はこの前の練習でもちょっとやってるんですけど、まずボールが来た時にボールとの距離を取る作業をしっかりやるってこと、まずリセットする、デフォルトの状態に戻すとか、いろんな表現ありますけど、相手のボールが来た時にキュッとこういう形に入れて距離を取って、さあ行きますよっていうポジションを作って、その後自分で動いていて最後が1,2になる。じゃあどういうのがダメかっていうと、ボールが来てそのまま待っといて見て、来た来た来た、合わせなあかんな、1,2ってやると、差し込まれたり泳いだりっていうのが増えます。まあ要するに、打点が遅れたり前すぎたり、タイミングが遅くなったり早すぎたりっていうのが出てくるので、まずは距離を取る。でただ距離を取るだけだったら、まあ、面白くないんで、はい、今日はその距離を取る時にもうパッとこういう感じでテイクバックを、そうですね、完了のところを作ってあげましょう。体のパーツとしては左肩がしっかり前に来るように、その肩甲骨の入れ替えのところですよね、はい、左の肩甲骨がそうです、前に出てっていうところをしっかり作って距離を取る。下半身はまだ1入れないでください。でボールが来て1でリズム取って2で打っていく。今日はじゃあ早めのタイミングでラケット出しに移っていきますね、はい、まずは手出しでいきますから、はい、手を後ろに引いたらスッとそのさっきの感じで距離を取ってください、はい、スッ、そうです、ケース、スッ、 OKOKOK。 さっきの手出しの感じだったらどうですか、自分で作ってますよね、まだ、はい、タイミングを、はい、引き続きいきましょう、よいしょ、ケイ、ちょっと今ずれませんでした、はい、ずれましたよね。こっちから出したボールをわざとチャンスボール気味にちょっと遅くしてやったところ、今自分自身のバランスは崩れてないんですけど、もうちょっと前で取りたかったと思うんですよね。そうですね、はい、1,2 でということは距離を取って次のボールを見た時に今のは前に入る動きが欲しかったですね、うん、ちょっとやってみましょう、はい、前に入る最後の動きが 1,2 です。いきますよ、そうですそうですそうです。で今球ポーン飛びましたよね、はい、もう一回初動作のところが今結構曖昧になってるんですね、うん、
前に行くっていう動きがもう頭の中にあるから初動作は前に行ってます。あ、一番最初にせなあかんのはリセットですよね。リセットもしくはそのデフォルトの一番自分が今から行きますよっていうまずその体勢を作ることです、はい、まずそのリズムの部分リセット入れてから移動して 1,2 手出しの時ってこれの時にリセットするじゃないですか、はい、今そのラケット出しやったらどのタイミングぐらいに、もうラケットを振りかぶった時ぐらいですかの自分でこうタイミングをね合わせていけるようになると、あーなるほどなるほど、いいと思います。大体球出しの人マイペースで出し、これでこれがラリーになると相手のラリーの今度ペースに寄ってくるわけじゃないですか、うん、やっぱりゆっくりな人とやるんだったらそんなに慌てなくてもいいし、時間がない人とやるんだったらリセットも早め早めに、ね、できるだけ今みたいに下がる動きがあからさまに大きかったらテンポ速い人とラリーするにはちょっと不向きですよね、うん、じゃあもう靴一足分後ろ飛ぼうとか、はいはい、5センチだけ後ろ飛ぼうでも全然いいと思うんで、そういう感じでそこをコンパクトにしていく、それが自分で作っていくってこと。そうですね、そこは自分で作っていく。今のラケット出しやったらまだそんなに慌てる必要ないじゃないですか。ここからポーンぐらいの感じで来るから、ね、はい、ラケットが後ろに行ったら動き始めようかなぐらいでいいと思います。はい、ちょっとずれてますよね。ずれてるから球が飛ばなくなってますよね。今のはより軌道を上げてちょっとボールを深くしました。はい、でそれに対して距離取る、タイミング合わす、1,2 でしっかり持っていきましょう。距離って正直どこか分かってないっていうのはあるんで、今タイミングはそんなに最初に比べたらずれてはないんですけど、距離が合ってへんから遠すぎたり詰まったりってなってるんですけど、距離ってどうやって測るんですか？いい質問です。距離っていうのは今のケースで言うと力が入りやすいところに自分が入れるかどうかやと思うんですよ、うん、はい、でこれも相手のボールとの兼ね合いがすごくあって、今出してるボールって今のちょっと前に出したチャンスボールも後ろもどちらかというと最初に出したボールよりもボールの力が弱まってるんですね。そうですね、辻健さんの方に飛ぶボールの力が、はい、ということは自分からボールに対して力を入れていかなきゃいけないですね。後ろから前へのスイングワークっていうのを大きくしていかなきゃいけないの で今の動きでその後ろから前の力をしっかり出すためにはまずボールのところに行く時間があるわけなんです。相手のボールが緩いわけじゃないですか、はい、行ってそこで足踏みじゃないですけどちょっと細かいステップを入れるっていう作業をするといいと思いますと、距離が調整されていく、でそこから力を入れるポイントを自分で、まあ、自然に多分見つけてくれると思うんで、足を細かく動かすと、で一歩でドンって大きく入るのは今のボールに対してはちょっと不向きかもしれないですね、うん、辻健さんの場合は、はい、今そんな感じですか？僕ん今そんな感じで一歩でドンっていっても止まってるって感じですか？そうですね、そうですね。打点がもうちゃんと分かってしまえばパワーステップって一歩ドン入ってバコって打てればいいんですけど、はい、ちょっとそこに不安があるのであれば気持ち細かいステップを入れて、はい、両足でこうチャッチャッチャッと動くような感じを作ってそこから入っていきましょう、はい、グーチャッチャッチャッ1,2ですよね。そう、最後のところで合わせていきます。1,2です。そうそう、オッケー、あー前が前、オッケー、オッケーオッケー。全体的に、ね、今全部が細かくなってるんで、まず行くボールのとこに行く、その後調整ぐらいのイメージの方がいいと思います、はい、調整しながら入っていくよりはまずボールのところに1回行く、調整へ打つっていうリズムで行きましょう、はい、ですね。あー違う違う違う、ナイス、じゃあ今度ボール速くしていきますね、はい、はい、いかがだったでしょうか。正直ね、最後のこうアジリティステップなんかもちょっと怪しいんですけれども、まあしっかりと本人は動かそうという意識があってですね、頑張っておりますので、ぜひそういう感じで温かく見守っていただけたらなと思います。こうザザザってね、細かい動きってやっぱりこう大事になってきて、じゃあ細かい動きどうしたらいいのって
使いましょうってなったら、こう最初からね、こうずっと細かく動かしてしまうとか、まああるあるだと思うんですね。最後の辻健さんの感じで、まずボールのところに行く。それから、行った後にちゃっちゃっちゃと細かく動かすような感じでリズムを覚えていくと、うまくいきやすいと思います。ああいう感じで辻健さんがやってるような感じで、こうバタバタバタっと動かしてもいいですし、両足同時にタンタンタンと動かす方法なんかもありますので、そのあたりもね、また動画にできたらなと思います。次回はいよいよスイングのところ、もっと速いボールに合わせられるようにスイングですね、ここからこうアークでこう落ちてくるところ細かく調整していきますので、ぜひ次回もお楽しみにしておいてください。Alone.